神奈川県みんなでビューティービーエンターテイメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。今日はこの2人と一緒にお送りします。はい、よろしくお願いします。はい、もうね、今年もあと残り2ヶ月ですよ、ね、早い。ここから先はもうあっという間ですよ、多分。やだね、アンナちゃんお久しぶり。お久しぶりですそう、ちょっとここお久しで。そう、アンナちゃんは先輩だっけ。あ、違う、もうやめてそう、そんなね、空気が漂ってます。違うから、偉そうです、すいません。さて、今日は何ですか。はいはい。秋の装いでね。そうですね、レイさんだね、ブラウンな感じでね、うん、はい、来ましたけれども、さあ今日の話題はですね、まあ、昨今ニュースを賑わしている大麻や覚醒剤といった薬物乱用についてご紹介したいと思います。はい、まあ、番組でも実は何度か、ね、取り上げたこともありますけど、やっぱりなかなかね、なくなることがないんですよね。やっぱニュースでもね、頻繁に聞くワードじゃないですか、ね、それだけ常習性もね、あって繰り返してしまうんですよね。そうですよね、本当に何度も逮捕されている方のニュースがあったりですとか、本当に、ね、この違法薬物怖いなと思うんですけれども、今日はですね、まあ、自分自身がこういった危険に巻き込まれないようにしっかり勉強していきましょう。はい、はい、じゃあ今日紹介してくれるのはどっちかな。はい、私です。はい、違法薬物の現状と実態、薬物依存症にならないためのキーとは一体何なのか、うん、そのヒントについて特集しています。なんだろう、なんでしょうね、ねえ、どうしたらいいんだろう、はい、まずはその違法薬物について改めて知るところから始めていきましょう、うん、はい。神奈川県警察本部にやってきました。ここに違法薬物に詳しい方がいるそうなので、早速行ってみたいと思います。行ってきます。神奈川県警の違法薬物防止のスペシャリスト、神奈川県警察本部薬物銃器対策課に所属する薬物捜査伝承官の清水さん。よろしくお願いします。薬物捜査伝承官とは、県警 OB が新人刑事に薬物捜査のノウハウを伝授する一方、学校の生徒や企業の従業員向けに薬物乱用防止教室を実施するなど、違法薬物対策のプロなのです。近年どのぐらいの方が検挙されているんですか。はい、覚醒剤、大麻、麻薬で全国では毎年のように1年間約1万3000人から1万5000人前後、1ヶ月にすると1000人以上が検挙されています。神奈川県警でも年間毎年約1200名、はい、1ヶ月になると100人以上がこの薬物で検挙されています。全国の 10% 神奈川県、神奈川ですね、まあ、人口が多いっていうのもあるんですけども、それにしてもびっくりの割合ですよね。その傾向っていうものも何かあるんですか。はい、薬物の乱用は都道府県国境なしと言われているように、検挙された人たちを分析すると、まず男女の区別がないんです、はい、年齢の区別がないんです。小学生から90歳ぐらいのお年寄りまで、職業の区別もないんです。学歴も関係ないんです。生まれ育ちも関係ない。人間であるならば誰しもが陥ってしまう恐れのある犯罪というふうに言われています。今小学生と聞いてすごく驚いたんですけども、はい、いろんな方が入手できる状態にあるんでしょうか。そうなんですね。今ネット自分で興味を持って追求していくと買えるような状態になってしまったんですね。これは精神科のお医者さんが統計を取った内容では、高校生100人のうち3人が機会があれば薬物をやってみたいという好奇心を持っている人がいるんだそうです、はい、私は大変驚いた数字だと思います。この辺はやっぱり小学校、中学校、高校、少年たちにしっかりした薬物に対する知識、教養を教えてあげることが大事だと思います。昔と比べてより身近なものになってしまった違法薬物、改めてその作用にはどのようなものがあるのでしょうか。神奈川県立精神医療センター小林医師はこう語ります。違法薬物の作用としては大きく分けて3種類あるんですね、当然まあ脳に作用するわけですけども、脳を興奮させるもの、それから脳を眠くさせるもの、それから脳の正常な働きを邪魔するもの。大まかに分けるとご覧の3種類に違法薬物の悪影響は分けられます。頭の働きをおかしくするというのは幻覚、幻聴、
本来ではありえない考えが頭に浮かんでしまうなどの恐ろしい作用のことです。通常依存症でない方々から見ると、なんでこんな危険な薬物を繰り返し使うんだろうと、本当に理解できないという方が多いと思うんですけれども、要はその薬を使うことに伴うデメリット、害の部分よりも実はその利益の部分が上回ってるからこそ彼らは使い続けるんですね。依存症になる人たちというのは、実はその薬物がもたらしてくれるいい面というのを非常に強く実感しています。残念ながら、どれほど罰を与えても、どれほど私たちが説得しようとしても、やめようとしないということが起きてしまうわけです。その恐ろしさとかね、そのどういうことが起きるか分かっててもやってしまうっていうのがね。じゃあ依存してる人はどうしたらいいんですかね。その薬物を使わなくても彼らが抱えている心の問題が解決できるようにしてあげればいいんですね。まあ、よく私は例え話として泳げない人の例を出すんですけども、薬物依存症の方々というのはいわば金槌の人、泳ぎ方が分からない人なんですね。なので溺れまいとして溺れるのが怖いから薬物という浮き輪にしがみつくんですよ。もうちょっと正確に言うと、自分の感情をコントロールする能力なんですよ。いろいろな大人たちと関わりながら、私たちは感情をコントロールすることを学習してるんですよね。依存症の患者さんたちの生い立ちを丁寧に追っていくと、人との関わりを通して自分の辛い感情を和らげていくっていう体験が欠落しているってことに気づかされます。で、一番実は薬物に匹敵するぐらい強力な、そういう感情の安定作用があるものが愛着なんです。愛着というのはまさに人と人とのこの絆なんですけれども、回復した人であればあるほど人の顔が浮かんでくるんですよ。そこまで来れば、ある意味では回復はかなり安定軌道に乗れるんですね。どうせ人は当てにならないから、薬物の方が確実に自分を楽にしてくれる、こう思い込んでいる彼らを少しでも人間の方へと、人も助けになるかもしれないっていう方向にもう一度振り向いてもらうためな、まあ、関わり方を私たちが努めていかなければいけないんですね。その一つがまさにダルクとか NA といった自助グループなんだろうと思います。伝承館によると、最近は大麻の使用率が非常に増えてきているそうなんですね。やっぱり医療用の大麻だったりとか、外国では合法であったりする国もあるので、そこで安全安心だと間違って勘違いしてしまうってこともあるみたいなので、でも本当は悪影響だったりとか依存症でもちゃんとあるので、そこは危険なのでやめてほしいですよね。確かに、なんか小林先生がおっしゃってたのがすごい印象的だなと思ったのが、薬物と同じぐらい感情を安定させるのが人と人の絆っておっしゃってたじゃないですか。やっぱりこの薬物ダメだよって言っても、じゃあそれをやめたらまた次のものとか、いろいろものに依存してっちゃうと思うんですけど、人に依存するじゃないですけど、人と関わる、それを覚えるって大事、人と頼る力、ものじゃなくてっていうところですよね。そうなんですよね。実際やっぱり依存症というのは心の病気なんですよね。最近では大麻の使用率が増えているということなんですけれども、これはですね、危険ドラッグの購入が難しくなったことで入手しやすい大麻に人が流れているという状態なんですよ。やっぱりおっしゃっていたように、依存するものがなくなっても別何かに依存しているという状態なので、やっぱり根本的には心の治療というのが必要になってくるということなんですよね。なんかこう大麻はちょっと軽く見られてたりするから、そういうこともあるんでしょうけど、いや、心をやっぱりその根本的に心を立て直していかないといけないってことですよね。依存症の方々というのは何らかのトラウマを抱えているケースが非常に多いそうでですね、本当に精神的に孤独であると言われているということで、そこでその解決策の一つとなるのが、 VTR でも先生がおっしゃっていた、ダルクなんですよね。はい、こちら私も取材してきたんですけど、何らかの依存症の方々同士で共同生活をするダルク、その依存症の方々を本当に救うために一体何が必要なのかということを取材してきましたので、ご覧ください。2004年に設立された川崎ダルク、依存症者への支援はもとより、家族からの相談や教育機関での啓発活動を積極的に行い、誰にでも起こる可能性のある依存症という病気の周知と予防につなげる機会を作っている施設です。失礼します。こんにちは。こんにちは。今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい綺麗な施設ですね。ありがとうございます。そもそもなんですが、はい、そのダルクっていうのはどういったところなんでしょうか。ダルクとは、
まあ、ドラッグアディクションリハビリテーションセンターの略で、はい、まあ、その頭文字を取って DARC、うん、あの薬物依存症の方たちがそのまあ回復というかあのまあ生き直していくためにこの場所でまあ施設としてまあ居場所ですね、みんなの居場所として薬物をまあやめていくというか、はい、ダルクは全国でおよそ100カ所、神奈川県では5カ所あるといいます。ここでなぜ働こうと思われたんですか？私は、まあ、川崎ダルクができた時に入所者としてリハビリをした本人で、まあ、それからスタッフとして働き始めて5年6年前に前の施設長が辞められて、で私に変わったっていう、その時はまあ仕事もできてない状態で、まあ、クビにもなって借金もその薬物の問題でしててとか、まあ、そんな状態だったんで、まあ、家族としては多分息子なんとかしたいっていう気持ちでご相談に行ったのがダルクだったと思うんですけど。ダルクのスタッフはほとんどが元依存症の方たち、だからこそ分かることがたくさんあるんです。入所者たちの一番の理解者として寄り添っています。みんな好きじゃない、それぞれそこ行くみたいな。ダルク薬物依存リハビリテーションセンター、ダルクとは毎日グループ、私も行っているこれは回復プログラムの一つ、ステップミーティングです。テーマに沿った薬物に関係する話を語ることで自分自身を見つめ直していきます。人の話に割って入ったり意見することは厳禁、あくまで自分の話をみんなに聞いてもらうことが大事なんです。今日のテーマは自分が薬物を使ったきっかけ、僕は小学校ぐらいだったんだけど、それぐらいから結構父親がよくお酒を飲むようになって、あのよく家族、母親と喧嘩してるのをちっちゃい頃よく見てました。実はこうインターネットで薬を、こういう薬を買ってみたんで一緒にやらないかと言われて、その時ちょうどこう精神的にちょっと弱っていた時期で、薬を使えば、強い自分でいられるんじゃないかなとか、ちょっと特別な感じがこうあって、お前にはまるかわからないけど面白いものがあるからうちに来ないかっていうことで呼ばれて遊びに行きました。その時は薬が出てくるとは思ってもいなくて、行ってみたら渡されて、どうしていいかもわからないままとりあえずやってみればっていうことで使ったのが最初でした。17の頃から、覚醒剤を使うようになって、それから30年ぐらい、薬物をこう使い続けて、刑務所にも行きましたし、まあ、出てきてもやめられない、そういうような生活でした。まあ、ダルクに来てその薬物を使って同じ傷を持った仲間と生活するようになって、朝からみんなで薬物使いたいねっていう本当の話をするようになって、それがだから使いたいという気持ちが笑い話になっていったんですね。あの嫌いなやつと一緒に生活することはものすごく大変だけど、その人たちをどう受け入れてどうそれを乗り越えていくかっていうことをここでトレーニングをさせてもらいました。このように依存症の人々にはそばで寄り添って支えてくれる人が必要なんです。でもそれは家族も同じ。ダルクにはそんな家族同士で支え合える家族会というシステムもあります。こちらのご夫婦は息子さんが8年前に危険ドラッグの依存症になってしまい、ダルクに通うようになりました。まあ、家族の思いとしては、まあ、最初は なんでうちの子がっていうのはありまして、まあ、本人はあの、まあ、仲間とともに、まあ、一歩一歩一日一日回復してるんですけど、我々家族会も家族間同士でお互い励まし合いながら回復しているってことで、はい。まあ、私も昔自分の息子がなる前は
そうだったんですけど、まあ、差別と偏見みたいな目で見てしまって、それが余計孤立させてしまってなかなか回復の道につながらないってことになってると思います。家族会の中で勉強してきてそれがよく分かるようになりました。本当にここまで来れる大きな道のりだったと思うんですね。なのでダルクの存在が自分にとって本当に神様のような本当にそういう存在ですね。依存症の方たちが共同生活を送るダルク、今回は特別に彼らが暮らすグループホームを見せていただきました。新しい匂いがしますね。先ほどのとこから2分ほどでとても近いんですよね。ここの入居者は4人ということですが、すごく綺麗ですよね。綺麗、清潔感があって。そうなんです。寝室は一人部屋なんですけど、なるべくみんな寝るとき以外は一緒に過ごすということです。そしてこの川崎ダルクを経て社会復帰できたのがこちらのお二人。依存症を乗り越えた今お話を聞いてみました。今はどんなお仕事をされているんですか？いろんな精神障害を持った方の、その社会復帰をする場所、就労支援施設っていうんですけど、そこの職員を今やってます、就労のプログラムっていう形で始めたアルバイトをそのままずっと続けてやってます。その働く上で不安ってありましたか？やっぱり、ありましたね。こう社会で受け入れられるのかっていうのは、ひどい扱いを受けてもしょうがないんじゃないかなっていうのは、一番最初こう社会復帰に向けた活動をし始めた頃はありましたね。言った時に仕事がここでできなくなるんじゃないかなとかっていう不安はすごくあります。今もあります、社会の中でちょっとこう薬物依存でも、まあ、今の自分を見てくれて受け入れてくれる方が少なからずこういたので、ちょっとだんだんと、ね、そういうなんか不安みたいなのが、取れてきたのかなとは思ってます。病気の人というよりは一人の人としてなんか揉まれて、なんかちょっと成長 したような気がしてます、ずっと一緒にいて鬱陶しいと思ってた仲間の大切さが分かるというか、相談事とかここに来て話すという感じですか？そうです。恋しくなるよね。そう、仲間というか、その隠さなくていいこの環境が恋しくなるっていうか、外じゃできないような会話をいつもしているから。僕半年前にこの歩いて3分ぐらいのところに引っ越してきたんですよ。あ、そうなんですね。6年ぐらいで全然違うところに住んでて、多分恋しくなっちゃったそっからよく、そうです、週に1回ぐらいで、それまではね、月に1回来るか来ないかレベルだったんですけど、休みの日に来てる姿っていうのが、自分がこれから仕事をしていく上でやっぱり希望の一つかなっていう姿勢を見せてもらってますね。遊びに来てるだけだけどねそれがいいんだと思う。まあ一人にしない、その薬物依存症の人を、まあ限られた人数で限られた場所でしかできないことなんで、ここであることは、だけどまあ周りの人、まあ、みんなと一緒にその同じ問題をまあ乗り越えていこうっていうことを大切にはしてます。なんか今こうインタビューを聞いていて思ったのは、本当にもう声のトーンもすごく落ち着いた感じで、すごく真摯に自分と向き合ってらっしゃって、まあこういう言い方をするのなんですけれども、普通の方々ですよね。なんかそれだけにその時の心の持ちようだったり、その環境だったりで手を染めて、普通の人が手を染めてしまう恐ろしいものなんだなと逆に思いましたね。自分も心が弱くなる時って本当誰にでもあるじゃないですか。だからたまたま私にそういう話がなかっただけかもしれないし、心の弱さを、まあ、それで人と人で埋めていく、ああいう心の拠り所があるのはね、ありがたいことですね。シチュエーションとかも、本当に自分がその立場だったら断れるのかな、なんか親しい先輩に家に呼ばれてとか、そうですよね。
田崎さんもおっしゃってた通り、はい、やっぱりほんみんな表情ほん見えなかったですけど、うん、本当に明るくて元気で、うん、で本当にあだ名で皆さん呼び合っていて、はいはい、本当に皆さん仲いいんですよね、うんうん、でその回復プログラムの話を聞いた時に本当に話すだけで効果があるのかなと思ったんですけども、うん、やはりあの自分の話を聞いてもらって人の話を聞いて、うん、でそのみんな同じ道を通ってきているのでそこで共感できて、まあ、笑い合うこともできるとそこで友情が生まれて、うん、ですごいいい循環ができてるなって感じましたね、うん、いや本当に仲間って大切なんだなという感じがしましたね支え合っているという感じしましたしあの、まあ、依存症にならないためにもひょっとしたら仲間って本当に大事かもしれないですよね、うん、その前にね、はい、笑いもあってやっぱりそういう、こう前向きな力って大事なんですよね、うん、やっぱちょっとイメージと違いましたね、うん、そうすごく明るかったし、うん、そうですよねあの本当にそこで生活したくなるような環境があるというか、そうですね、そういうのを感じましたね、うん、あの実際ダルクには薬物依存だけじゃなくてですね、はい、アルコール依存だったりとか他の依存症の方も入所しているんですよね。であの VTR の小林先生のお話なんですが、はい、医学的に見ると普段我々がお店で購入できるようなお酒や風邪薬といったあの、まあ、合法のものですよね。こういったものにも依存性があってですね、適切な量を超えて飲んでしまうと違法薬物と同程度かもしくはそれ以上の危険性があるということなんですよね。なのでやっぱりポイントはね、何事も、ま、ほどほどにというか適切に行うということですよね、はい、もちろん違法薬物に関してはダメ絶対ですからね。絶対ダメですけどね、はい、どんなに心が弱ってても、うん、依存をなるべくしないようにね、うん、していかないといけないですね、うん、はい。ということでご覧の日程でダルクの方々による依存症講座が行われます。川崎ダルクのフェイスブックページから参加できますので興味のある方はぜひご参加ください。はい、というわけでここでですね、はい、まあ、実際に薬物使用のきっかけとなるのは知人からの勧誘が多いということで、今日はですねその模様をスタジオで再現してみたいと思います。おおお、協力してくれるのは、はい、マグカルパフォーミングアーツアカデミー生の皆さんです。それではよろしくお願いします。お願いします。それだ確かにねえ、大丈夫単位、やばい私もやばい、もうなんかタピオカばっか飲んでるからさもう全然勉強してないのそれはやばい、ね、おすすめのタピオカ屋はもうね5個ぐらいある。ちょっと今度行こう行く本当にもうさ大変なんだけど、でも先輩いいな、勉強もできるしさ、サークルでも大人気じゃないですか。私も先輩みたいになりたいな。そう、あ、実はさ最近いいサプリ見つけて、飲むと夜寝なくても大丈夫になるし美容にもいいんだよ。最近その薬のおかげでサークルも勉強も絶好調。薬？でもなんかそれって薬物じゃ。そのサプリいいかも、欲しい。いややめなよ。先輩それどこに売ってるんですか？私は知り合いから買ってる。あ、興味あったら紹介するよ。え、本当ですか？アンナはどうする？いや、でも私も先輩みたいになりたいんですけど、そのサプリって…はい、ということで誘い方編でした。いや、ありそうですよね。ありそうだね、先輩にしかも勧められたら、しかも学生だったらと思うと怖いね。今後のこともありますね。まあ、ちょっと信頼しているね先輩とかだったらもう何も考えないかもしれないですけれどもね。さあ、このようにですね、まあ、友人だったり先輩や恋人などですね、自分の身近な人が薬物を勧めてくるかもしれません。そうだよね。でその時にね、美容にいいとか元気が出るとか勉強がはかどる、眠くならないとかね、言われたね。そう、言葉巧みにですね人の弱みにつけ込んでくるようなね言葉を使ってきたら気をつけましょう。でこういった場合どのように対処するべきでしょうか。では断り方編いってみましょう。本当におすすめ、どう？私薬物には興味ありません。はい、こんな風にですね、うん、勇気を出して明確に意思を示すことが大切です。うん、そんなことより今度のライブどうします？ちょっとライブの話しないと。どうする？なるほど ね話題を変えちゃうっていうのも確かに一つの手だよね。うん、思い切ってね、うんうんうん、はい。そしてですね、興味がありそうな友達も助けるならこうしましょう。そうだ、私バイトでした、すいません、帰んなきゃ。ちょ、バイトじゃない？バイト？
バイトだって、バイトだから、ちょっと寂しいから来て。あ、すいません先輩、ちょっとまた、ごめんなさい、ちょっと行こう、じゃあね。このようにですね、なるほど、その場を離れることも身を守る手段です。そうだね、はい、薬物を誘われたらですね、強い意志を持って断ることが大切です。またそのような人と距離を置くことも自分を守るための手段の一つですよね。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでした、後輩に見えました？なんかいろいろ一人だけ出来上がってる感じがありましたけどね。もうどう見ても先輩だったよ。でも無事断れましたから。いや、もっとやらないっていうね、強い心が見えた、ね、そう伝わった、ね、あとはこう友達をねちゃんと連れて帰ってくれるとか、ね、やっぱりそういうの大事だよね。身近な人を守るってことですね。でもあれ一番やりやすいかなって思いました、最後のもう逃げちゃうって。 その場を立ち去るっていうのはね、あのほらオレオレ詐欺なんかの電話でもそうですけど、あのリアクションを伸ばすのがまず最初に、あ、結構ですとか、断ることが大事っていうから、もうまず最初にとにかくパスッと一回断るっていうのも大事かもしれませんね。あとやっぱり今回ね、あの思ったのが、あのこういう断り方をしましょうとか、こういうパターンがありますよっていうのを事前に知っておくってすごく大事ですね。大事ですね、いざという時に。そう、なのでぜひね、皆さんも今日番組で、まあ、教わった話をぜひあの周りの皆さんとか子どもたちにぜひ伝えていただければと思います。今日の話題はストップ違法薬物でした。